今この業界構造として小さい会社全部やばいって話になっちゃってるからさ、簡単に赤字転落不採算に陥るっていうのがこの実は建築工事の怖いとこなんだよ。皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。小林さん、はいよ。この前企画でやった通りですね、建設業界であんまりいいニュースを最近聞かないんですね。そうだね、大変だよね今な。そうですよね。めっちゃ大変だと思う。で、暁建設っていう会社が最近またなんか倒産してしまったようでして、そのニュースを小林さんも耳にされました。もちろん、うちの実はグループ会社でもさ、東京都内で新築と土地建物合わせて市場のスプレッドより 1% 安く商品化するっていう会社があってさ、そこの社長からすぐにその話は来たよ。そうなんですね、それだけやっぱり話題になってるというか、インパクトの大きい話題かなというふうに思うんですけれども。そうだね。実際どうして倒産したのかとか、建設業界が今どういう状況になっているのかって、割とそのあたりから見えてきたりします。もう非常に簡単でさ、極論本当にエネルギー価格高騰による採算性の悪化によってユーザー価格に転嫁ができない、そもそもビジネスモデルだからね、やっぱりロングスパンだからさ、そういったのを如実に受けて分かりやすく倒産したという暁建設のモデルだな。なるほど、じゃあ分かりやすいケースなわけです、分かりやすい、めちゃくちゃ分かりやすい。今日はですね、その暁建設の倒産から見えるですね、建設業界の現状と不動産投資への影響について教えてください。 OK、 今日はね、暁建設倒産から建設業界2024年問題と不動産投資への影響について徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。では小林さん、はいよ。暁建設が倒産してしまったっていう話かと思うんですけれども、暁建設っていうのはどういう会社さんだったんですか？暁建設はね、2011年創業で、マンションとかビルだな、いわゆる収益物件に特化した会社でさ、大型施設のコンクリート躯体工場、いわゆる躯体だから基礎、擁壁、外構、そういったね、RC 像の建築を得意とする収益物件やる投資家としてはめちゃくちゃ使いやすい会社だったんだよ、この暁建設っていうのは。2018年の7月期に約6億7300万円あった年間売上高、これね、年商6億7300って、本当にね、小さい方だからさ、建築会社の中では。我々レベルの不動産投資やってる人間からしたら一番おいしいゾーンっていうかね、安く出るゾーンの会社規模なんだよ、実はこの暁建設っていうのがね。で、比較的小さい規模だと。そういうこと、そういうこと、小さい、いわゆる大手じゃないってことよ。中小零細の中でも小さい方なの。本当、父ちゃん母ちゃんに毛が生えたような感じだわ、簡単に言うと。だけど父ちゃん母ちゃんの会社じゃ RC 像ってできないからさ、その中で多分創業された方、社長さんがもともと RC 属体のゼネコンの現場監督出身とかだったんだろうね。だからそういったことができて、我々としては割と使いやすくて、結構その不動産投資で新築を土地建物で込みでやる投資家がよく使ってたのが暁建設なんだよね。で、2018年7月期にあった約6億7800円だった売上高が、2023年の7月期にはね、約53億1700万円まで伸ばしてたって。これ分かりやすくて、世の中がさ、その不動産投資が活況呈して一般化した結果さ、土地と建物で新築建てた方が簡単に言うと融資が長く引けるからさ、煮ても焼いても食えんじゃねっていうような投資が結構出てきたんだよ。で、そういったようなものを、やっぱりさ、不動産投資やってる人意外とつながってたりするからね、そういったような中で、なんか大家の会とかさ、実際にその暁建設を推奨しているとある不動産投資塾とかさが、要は使ってる会社で一気に業績を伸ばしたっていうのは、このもともと6億7千万のさ年商の父ちゃん母ちゃんの会社が53億に急激に業績を伸ばしたっていうのが、この暁建設の実態だわな。5年で8倍とか、やばい。これね、実は建築業界で一番気をつけなきゃいけないのってさ、労働集約型のモデルなわけよ。いろんな人がさ、いわゆる手作りで作っていくやつだから、もともと6億7000ってちょうどいい父ちゃん母ちゃんの会社が圧倒的にでかくなるって、そもそも処理ができないし、そもそも業務品質が担保できないからさ、いろんな意味で急成長してる建築業の会社って危険だと思った方がいい、そもそもな。そうなんですね、じゃあそういったところも倒産の原因っていうのにはちょっと関わってくる。これ間違いない。そもそも建築業のいわゆる業界って資金繰りがめちゃくちゃ難しいんだよ。
簡単に言うと俺らなんかはさ基本的に前金でいただいた案件しかやらないんだけど、一般的な工事ってさ着手金とさ上等完成ってだいたい3回に分けていわゆるクライアントからお金もらうわけなんだけど、実際にはさこれもらって建築会社は当然専門工事の集まりだからさ、いろんな工事がやっぱり同じように左官屋さんが入りますとかさ型枠大工が入りますとか鉄筋屋さんが入りますって言っていろんな工種がいて、いろんな工種にこうやって順繰りに場合によっては着手中間完了って払うか、場合によってはまあ月が長かったらさもう完了した時に払うとか、まあ額がでかい場合は本当に分けて払ってあげたりっていうケースがあるんだけど、資金のさ入りくりの管理って結構煩雑で難しいんだよ。もともとさっきみたいに6億7千ぐらいの規模って大体建築ってさおそらく RC 像で絶対1億下ることってまずないんだよね。ってことは下手したら1億何件5棟とかさ、場合によっては2億何件3棟やってるような本当の父ちゃん母ちゃんの会社なわけよ。それがその普通に53億とかってさもう何棟やんのって話になるわけで、逆に1棟が本当5、6億超えてくるともっとねいわゆる背が高い建物になってくるから重量鉄骨とかになってくるんだよね。また RC 像の中でも違う種類になるから、その暁建設がさそのレベルのものをやってたかどうかってちょっと俺も詳しくわからないんだけどさ、だからそもそも論やっぱり規模感考えたらだいたい2億3億ぐらいのロットのものっていうのをたくさんやるっていうことが想定されて、でそれのいわゆるその資金繰りっていうのはめちゃくちゃ煩雑になるから、で結構工事ってやっぱ遅れたりするわけよ、いろんな状況でね。対外的要因もあるし、この段取りがうまくいかないケースもあるんだよ。だからそういったようなところも含めて結構この建築ってこうじゃ労働集約型の極みだから、システム開発みたいにさ最初に引いたいわゆる工程管理 WBS ってあるんだけど、そんな風にうまいこといかないのがこの誰かがトンカチ叩いたり誰かが材料を持ってきたりとかさ、本当ね材料を運ぶだけでも1日かかったりするわけよ。だからそういったような意味ではこの急成長というのは明らかに危険なんだよね。なるほどなるほど。で実際に倒産してしまったまあ実際倒産したらしいな。なるほど。それが2024年の3月末でした、うん、そうだね。負債が2023年の7月期末時点で約55億1800万ってもうね大幅にこれまだ変動してる可能性もあるんだけど、2024年の3月末には自己破産申請の準備に入ったっていうようないわゆる帝国データバンクからさ発表があったりさ関西に入ったりして、この業界で急拡大するってめちゃくちゃ危険なんで、まあこれ別にね建築不動産だけじゃなくてどこの会社でもそうなんだよ。明らかにさどんな事業でも一人でやって人を雇わなくて済むような事業だったらまだ話別なんだけど、建築会社なんて本当労働集約型の極みでさ人がいないとそもそも始まらないビジネスなわけよ。ってことは、人材の管理、資金管理、納入の管理な、材料のさ現場管理もいろんなものの管理がさマネジメントできなきゃいけないし、そもそもさ人雇って簡単にできるかってそういうもんじゃなくてさ、やっぱりね現場現場で例えばもっと言うと道路付けね、広い道路なのか狭い道路なのかで解体の大きな重機が入れるか重機が入れなくて手で運ばなきゃいけないかとかさ要件が全然変わってくるんだよね。ってことはどういうことかというと、緻密に事前に積算していかないとどんぶりだったらさ簡単に赤字転落不採算に陥るっていうのはこの実は建築工事の怖いとこなんだよ。だからそういったようなとこも含めて建築会社はリスクプレミアムっていうのはある程度バッファー持たしておかないと、でいざ契約した後にすいません節算これこうだったんで追加お願いしますってしょっちゅうしょっちゅう言ってるとお前本当にプロかって話になっちゃうからさだからそういったような意味でもこの今の業績のいわゆるダイジェスト、最終的にもともとこのね6億7千とかっていう規模から一気に急角で50億以上でかくなったっていう時点でもう物理的に本来受けてはいけないような案件を受けちゃったんだろうな。その結果、いろんなものが回らなくなって別の対外的要因も含めて要は破綻したっていう話よ。なるほど。そういう経緯があって暁建設は、倒産してしまったと思うんですけれども、こういったですね暁建設に問わずですね、建設会社が倒産することによって、不動産投資にはどういった影響が出ますか？実はこれ分かりやすくて、これ今回言ったら新築建てる会社でしょ。でこれ実は我々不動産にまつわる事業に営んでるものっていうのは実はこれ避けて通れなくてさ、これ分かりやすく言うと持ってる建物を、そのまんま売却しない限りまた建て替えるってことがいずれ必要になってきたりするわけよ。だから
例えば本当に相続親さんなんかだとさ、代々この土地を守らなきゃいけないっていう方もいらっしゃってさ、そういった方々は絶対に建て替えって不可欠なわけ。ではまず我々は不動産を保有する、すなわち建物を持つ以上当然大規模修繕も必要な、これはまあ新築じゃないんだけど、で逆にじゃあ区体って100年持ったとしてもね、これ区体ってメンテナンスちゃんとしておけば100年持つんだけど、いずれはやっぱ建て替えをする時期っていうのは来るからさ、そういった意味では分かりやすくこういうような急成長を遂げたりとか中身を見たりすると、このビジネスモデルをきっちり理解している以上はそこにリスクテイクするっていうのは危険っていうことが分かるから、すなわちどういうことかっていうと、暁建設を見るとここが倒産した理由をいろいろ紐解いていくことによって、我々は要は新築案件をお願いする際に選ぶ建築会社がどういう会社がいいかっていうのも分かるし、逆に要は選んじゃいけない会社っていうのも分かるからさ、だからそういった意味では、まあ、昔からこの話あるんだけど、この案件っていうのはウクライナ有事とかね、いろんなことも含めた形での分かりやすい事例としてはいろいろ考察する価値はあると思うよ。なるほどなるほど、そういうことですね、うん、ありがとうございます。であとはさ、実はね結構さ不動産投資が一般化して、それこそ駿河銀行のさ地方の高利回りっていうのがバーッとこう台頭した後に何が来たかっていうと、結構さそのいわゆる土地から仕込んで新築建てる投資っていう投資家が結構台頭してきたんで、これ一部の投資家なんだけどな、新築だとさ期間が融資が長く取れるから売却も取りやすいし、個人だったら5年保有してさ短期譲渡所得から長期譲渡所得になって税率を変えて売却するケース、法人だったらこれ全然関係ないんだけどね、いずれにしても土地と建物を仕込んで礼金ゼロ、敷金ゼロにしてすごい賃料を高く貸すんだよ。延べ床もさ土地に対して目いっぱいさ無理くりいわゆる部屋数取って、とにかくぎゅうぎゅうに詰め込んで、どんな入居者でもいいからとにかく家賃を高くして、それで利回りで割り戻して数千万要は利益を抜くっていう新築投資法っていうのを一生懸命やってた人たちがいるんだよね、一部でね。でそういったようなその新築投資法っていうものが今回の暁建設の倒産および建築業界の採算性の悪化によって安く出すと倒産してしまうというリスクが分かりやすく露呈したからさ、そういったような投資法がなくなるっていうのは一つ言えるよね。なるほど、そういうことですね、ありがとうございます、うん、では小林さん、はいよ、今みたいな形でですね、建設会社の倒産が不動産投資に影響を与えると思うんですけれども、うん、今後のですね建設業界の展望っていったところはどういうふうになりますか、うん、OK、 結論から言うと今後の建設業界ってさよろしくはないんだわ、簡単に言うとな、展望でいくと。でこれ実は理由が3つあって、まず1個1個じゃあ解説していくね。はい、お願いします、うん。一つ目がね、2024年問題なんだよ。2024年問題ってのはどういう問題になりますか、うん、あのね、これ実はさ、働き方改革法案っていうのが、まあ、国で進められていてさ、わかりやすく言うと、この労働集約型の建設工事の中でさ、9時から、まあ、5時まで、いわゆる労務管理をより徹底して、無理せずに働きましょうみたいな法案だ、簡単に言うとな。時間外労働っていうものがさ、改善されていく中で、時間外労働すると、とてつもない残業手当を払わなきゃいけないとかさ、いわゆる終了時間がより明確に決められてさ、労働集約型の建設モデルの中では働く時間がさそもそも制限されてしまうとだな、全般的にその建築業界っていうのは慢性的な人手不足があってさ、高齢化も進んでるからもう生産性ってもう決まってんだよ。年間でこう日本全国の建築案件できる決まってんの、職人さんがね数限られてるから。その中でみんな今まで時間外労働してなんとか工期に回してたものがさ、それができなくなるから事業者が倍払わなきゃいけないとかっていうふうに、まあ罰金みたいなもんだよな、簡単に言うとな。そういうふうになっちゃうと当然想定してた従来の工期からさらに伸びることになるでしょ。こういったようなところから、まず建設会社は従来の納期とか従来のコストでは見積もりが出せなくなっちゃってさ、人がいない中でさらに働く量が制限されるってことは、当然要は急ぎの案件とかっていうのは当然あるからね、人件費を高く払っていかないと人が集まらないっていう状況になるわけ、簡単に言うと。ということでこの2024年問題は基本的にはこの建設工事っていうのは材料と手間の部分の、この手間の部分に関してのコスト構造の採算性の悪化にめちゃくちゃつながる話だから、全くもって実は建設業界が良くない要因としてはこの国の動きの規制みたいなもんだね。労働者側からしたら非常にありがたい話はあるんだけど、建設会社としては実はこれって非常に有識問題で、分かりやすく一つ目にこの建設業界がよろしくないっていう理由の一つが2024年問題だ。なるほど、うん、よくわかりました、ありがとうございます、はい。
2つ目はどういった問題になりますか？2つ目はさ、ウクライナ有事によるエネルギー価格高騰に伴う原材料の価格の高騰ってやつよ。ウクライナ有事によって価格は高騰するんですか？うん、そう、あのね、これウクライナ有事で何が起こったか、もっと言うとコロナロックダウンからさ、サプライチェーンがさ、いや不均衡になったのね。半導体が入ってこなくてさ、プレイステーションがさ品薄になったりした時期があっただろ。これ全く一緒で、半導体っていろんなものに使われていて、例えば我々不動産だったら給湯器とかさ、昔はさ壊れて要は新しいものリプレイスしてたものが、半導体が入ってこないから新しいものがないわけよ。その部品がないから完成しないんだよね。だからちょっと修理して伸ばすみたいなことをやらなきゃいけない時期がコロナロックダウンであった。その後何が来たかっていうと、ウクライナ有事ね。でウクライナ有事って何かっていうと、要は西側諸国と東側諸国が喧嘩することによってだな、もともと天然資源がさ、ロシアってめちゃくちゃあるわけよ。天然資源、いわゆる天然ガスとかはさ、本来ヨーロッパ諸国に供給すること前提だったものが、西側諸国と東側諸国の喧嘩することによって東側諸国に依存していたさ天然資源入ってこなくなるんだ。ってことはどういうことかっていうと、その世界のエネルギーの需給バランスっていうのはさ、西も東も関係ないから、簡単に言うとそもそも仲良くやるのが前提で需給バランスが成り立ってたものがさ、このウクライナ有事によって西と東が仲が悪くなって、当然喧嘩するとさ、今まで譲ってたものを譲らないって話になるから、需給バランスが不均衡になって価格が上がるわけよ。簡単に言うと供給されないから。でその結果、要はエネルギーが上がるっていうことは、ありとあらゆるものを生産するためにはエネルギーが必要で、まあ、電気が必要だったりするわけで、日本なんかはさエネルギーも自給率低くて輸入してるわけよ。そういったようなところから価格が上がってしまうと、建材の製造原価も当然上がるから、物を運ぶコストも上がるでしょ。だからありとあらゆるようなことに影響するっていうのは、このウクライナ有事のエネルギー価格の高騰による建設資材の高騰って話になるわけ。このんで建設のね、その工事の事業モデルとしてはさ、さっきもちょっと話したんだけど、そもそも建設の工事の見積もりっていうのは材料と手間から構成されてるわけよ。材料と手間にこの建設会社の利益が乗っかったものが、このチャンネル見ていただいてる皆さんが建設会社が出てくる見積もりなわけ、簡単に言うとね。でそれがまあ一つ目のいわゆる2024年問題で人手がコストが上がる一方で、ウクライナ有事でエネルギー価格が上がることによってこの材料も上がるっていう、両方上がってるから、当然その見積もり金額も上がらざるを得ないよな。これが2つ目。なるほど、よくわかりました。うん、3つ目はどういう問題になりますか？はいよ、はい、3つ目、はい、慢性的な人手不足と工事業界の高齢化ってやつよ。なるほど、それはどういった問題になるんですか？うん、1個目で言ったのは2024年問題で働き方改革の話でしょ。で実はこの何年問題っていろいろあってさ、これね2025年問題ってまた違う切り口の問題があるのね。2025年問題っていうのはいわゆる団塊の世代の人たちだからだな、まあ、簡単に言うと後期高齢者って言って、まあおじいちゃんになっちゃうわけさ。もともと建築現場なんでみんなご高齢の方が多くてさ、こういうおじいちゃんたちがさ一気に引退していくっていうのが2025年問題って言われてるのね。この建設業界っていうのはもともとさ、きつい汚いかっこ悪いとかさ 3K って言われていて、なかなか若い子たちが職に就くっていうことがなかなか難しい業界で、慢性的にさ人手不足の業界はこの建設業界ってやつなんだけど、この今慢性的に人手不足の業界を支えていたご高齢のさ職人さんたちが一気に引退していくっていうのがこの2025年問題で、もともと人材不足の中で賄っていた、まあ、プロの職人さんたちってさ、もう本当ご高齢なんだけど、みんなそれが引退しちゃったら生産力がさ決まってるものがさらに減っていくでしょ。ってことはどういうことかっていうと、残ってる職人さんたちの当然取り合いになっていくから、人がいないと建設性立たないから、材料だけじゃ絶対物は立たないからね。材料と誰かがトンカチ叩かなきゃいけないから、このトンカチ叩く方が需要が過多な割にさ供給がないから、当然のことながら職人単価ってどんどん上がっていって人の取り合いになっていくからね。そういったような意味でもこの3つ目の慢性的な人手不足と高齢化に関しては、建築業界が非常に難しくて大変だっていうような理由の3つ目になる。なるほど、わかりました、ありがとうございます。うん、
そういったことがですね、今後の建設業界に起こってくるかなと思うんですけども、そんな中でですね、建設会社さんにこう依頼をすることとかもあると思うんですけど、そうだな、建設会社さんの見極め方と対策って何かありますか？なるほど。あのね、これね、実はね、結論から言うと、まあ、結構難しいんだよ、実は見極め方って。あのね、これやってみてもらわないとわからないんだけど、まあ、我々がしたらやる前に判断したいじゃん、簡単に言うとさ。なんだけどね、これ実はね難しくて、高いか安いかの違いってコスト構造にまずあるのね。このコスト構造って何かっていうと、間接コストっていうものが乗っかってるから高いっていうケースも当然あるんだけど、大きい会社って間接コストが乗ってるケースって多いんだけど、実はこれってさ、高い建築会社って、例えばじゃあスーツを着た営業さんがいて、何かあったらハッてすっ飛んでくるか、はたまた急成長を遂げる前の暁建設みたいにね、父ちゃん母ちゃんでやってて、社長さんも作業服着ててさ、実際に現場を見てますというような会社って、間接コストがないじゃん。オフィスビルを借りてるわけでもない。かたや大手ってオフィスビルを借りてて、受付の女性がいて、その人件費も全部いわコストにオンされてるわけでしょ、ね、なんだけど、実はこれってさ、いろんな意味で保険みたいなもんなんだよ。俺よく言ってた、建築コストの削減って、要は掛け捨ての保険みたいなもんだよっていう表現をしてたのね。で、これどういうことかっていうと、大手企業で要は安心を買うと、何かあった時にすっ飛んでくるし、大手企業は潰れない保証はないんだけど、潰れる可能性が低いと。で、これが掛け捨ての保険だと。で、一方で建築コスト削減に関して、より安く作るっていうのは、これ全部分解していったらできたりするんだよ。躯体とかさ、設備とかって、極論ユニットバスはユニットバスメーカーが作ってるから、ユニットバスメーカーがここに要は据え付けて水道屋がつなぐだけだからね、誰が作っても RC 像の基礎躯体だし、まあ例えばじゃあそこの基礎躯体に対して YKK とかさ、トステムがサッシをあつらえで作るでしょ。で、サッシ屋さんが入れるわけだ。するともう建物になるわけじゃん。建築会社は基礎躯体だけで十分なわけよ。だからどこが作っても全く一緒なものが上がるんだけど、これがもし万が一何かあった時に自分でそのトラブルを対処するっていうようなリスクが取れるんだったら、この大手で支払っている安心と呼ばれる掛け捨ての保険をかけずに、それがコスト削減になるんだよね。だからこの建設業界とかさ、建築業っていうモデルをよくよく分解していくと、今のこの情勢の中で大きい会社も小さい会社、すなわち間接コストが少ない会社も両方原価が上がってんだよ。で、もっと言うと、大きい会社の方が実は購買力が大きいから、小さい会社よりも安く材料を調達できるのは常なので、もっと言うと、大きい会社の方が職人に払う日当も高いケースもある。当然めちゃくちゃ奴隷のごとく使ってる会社もあるんだけどな。今この業界構造として、どこの会社もさ、そんなことやってたら職人さん集まらないからさ、まあ、材料を安く買えたとしてもね。そういったようなところでいくと、今いずれにしても世界情勢が不安定化してる中で、どっちかっていうとさ、この元々あったね、高齢化とかさ、あの慢性的な人材不足、こんな昔からあったから、そうじゃない部分でのそのいわゆる世界有事のエネルギー価格の需給の不均衡による建材価格の上昇っていうのは、これは実は我々はあの初めて経験するようなことだからさ、そういった意味では、大きいとこ小さいとこ両方大変で、どっちがじゃあ安心かっていうと、やっぱり資金体力のある大きい方が安心になるって今情勢になっちゃうわけ。だから今までは対外的要因っていうのは少なかったんだよ。だから今回は対外的要因で、さらにその建材の領域もさ、弱肉強食なんだよ。大きい会社には安く入れるけど、小さい購買量がない会社には高く売るっていうのが建材の業界なのね。そういったところも含めたら、今難しいねって言ったのは、従来平時の時は小さい会社に対して要は安定性をちゃんと見極めて発注しなさいって言ってたけど、今は小さい会社全部やばいって話になっちゃってるからさ、だからそういった意味では、まあなかなか難しい。なるほど、そういうことになるわけですね。そう、今みたいなあの形になるかなと思うんですけども、実際の見極め方っていうのは具体的にはどういう方法ですか？あのね、これはね、今難しいよって俺言ったんだけど、もうやり方としてはまあ2つあって、1つはさ、帝国データバンクとか東京商工リサーチっていうさ、信用調査会社を活用するって、これがまず1つだな。これはもうね、まあ一般的な手法でさ、俺らでもやっぱり取引してる調達元から要は依頼があって連絡してきましたとか、俺ら買う立場なんだけど、物だけ入れてお金入ってこなかったら困るじゃん、損しちゃうからさ。よく使われる手法である、このいわゆる帝国データバンクとか東京商工リサーチね。で、これでまずは検討している建築会社の財務状況を把握をするっていうのは、これがまず一つな。もう一個は経営事項審査っていうのがあって、これ実はさ、国土交通省管轄で観光庁のさ、仕事をする建築業の会社を全員受けなきゃいけないっていう審査があるんだよ。
でこれを受けることによってデータベース化されて我々はそれ閲覧できるのね。なので帝国データバンクとか東京商工リサーチって民間の信用調査会社を活用する。もう一つはその観光庁に要は仕事をするときに建築会社が全て取得しなきゃいけないこの経信っていうものを閲覧するって、まあこの2つになるわな。あとはもう実際にやっぱり会ってみてとかさ、現場の状況を聞いてみてとか、暁建設みたいにさ、もともと聞いたら5年でこんなに忙しいとかさ、明らかに多分ね対応が遅かったりすると思うよ。そこまで繁忙度合いが重なるとさ、だからそういったようなとこも含めてなんかレスポンス遅いなとかね、いついつまでやるって言ったことが履行されないとかさ、これがちょっと頻繁に続発するようだったらその建築会ちょっとやばいとかさ、そういったのとこもなるから、基本的にはデータで判断をしてある程度の資金繰りとか余剰資金っていうものを見ながら、で実際に受託している案件が何件あってさ、まあ、その現場なんかも見に行こうと思ったら見に行けんじゃん、隠しようがないからね。だからそういったようなとこも含めて物理的にこの労働集約型のモデルの中でちゃんと成り立つかどうかっていうのを判断するって流れになるわな。なるほど、こうやって見極めれば確実ではないけれども、うん、ある程度建設会社がどういう会社なのかっていうのは分かる。そうだから本当難しいけどやらざるを得ないっていうケースあるからさ、だからそういった時はもうやらざるを得ないんだったらやっぱりそこはきっちりやっていく。であとはもう経営診断で判断した上でリスクヘッジとしては経営状況財務状況把握するっていうのと、あとは支払いをさ、通常は着工金、上等金、完成金ってこう3回が普通なんだよね。これを交渉の中でまあ細かく分けていくと、出来高で分けていくってまあ通常なんだけど、逆にその3回っていうのはさ、先に払う部分があるからリスクになるんだけど、それを例えば4回とかさ5回にまあ交渉の中で分けることによって、まあ、リスクヘッジをするっていうことはまあできるわな。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい。本日の動画のまとめです。今日はね、暁建設の倒産と建設業界2024年問題と不動産投資への影響について徹底解説していきました。まあ、結論から言うとね、ウクライナ有事とかさ、対外的な要因から建材価格が上昇したりって、これもうコントロールがしようがないからね、我々としてはさ。っていうのが一つと、業界構造として抱えている慢性的な人手不足、いわゆる高齢化っていう問題とか、国の法整備、いわゆるレギュレーションの変更によってさ、職人単価が上がっていくとかさ、いろんな意味でこの建設業界っていうのは経営してる会社はめちゃくちゃ難しい局面にあるわけよ。でもっと言うと、経営してる会社がめちゃくちゃ難しいってことは、発注する我々がめちゃくちゃ難しい局面にあって、結論から言うと、もしこのチャンネル見ていただいてる皆さんが建築案件をやらなきゃいけないというのであれば、今一度その計画を見直していただいて、もうちょっと延期できないかっていうのがまず行動規範その1で、これどうしても延期できないとね、例えば相続とかで建てなきゃいけないケースがあるわけよ。であれば仮に違うね、中古物件を作って要は相続資産圧縮するってやり方もある。これもまあ検討していただくっていうのも一つだけど、あとはもう一個はダウンサイジングするね。そもそも今でかいものを建てるとやっぱりね、でかいリスクになるんですよ。万博の工事だってそうだし、麻布台ヒルズだってそうだし、みんなでかい工事を受けちゃったところが大きな痛手を被ってるからさ、でかいと工期長くなるからね、あの読めないわけよどこも。だからそういったような意味では、まずはその建築案件延期できないか、建築案件ダウンスケールできないかっていうところを考えていただいて、今一度ぜひね、ご自身の計画を見直していただいて、現在も有事って言っても過言ではないからさ、この建築にまつわる、まあ不動産絶対ね避けては通れないんですよ、建築って。だからね、ここはねちゃんと情勢を注視しながらうまくリスクヘッジをしていただくといいと思います。わかりました、ありがとうございます。はいよ。今回も動画見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損をしないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さん、身の回りでここは倒産するのは考えられなかったので倒産したみたいなケースってなんかあったりしますか？だってやっぱり分かりやすい山一証券とかじゃね。山一証券、知らない金子くん。どんな会社さんですか？山一証券知らねえのか世代間ギャップだね。俺らの中ではさ、野村証券が倒産するのと一緒だよ。そのレベルですそのレベル、日興と野村と山一、三大か、三大証券だねっていう会社が、俺の大学3年生の時かな、山一証券が倒産して、その社長さんが泣きながら記者会見してるのすごい鮮明に覚えてて、当時本当に仲良くしてくれた、まあ、マブダチとも言えるケンちゃんって俺の一個上の友達がいたんだよね。彼のお母さんが実は山一証券で、
ずっと証券会社働いててさ、俺の親友がその大変な状況だったっていうのをさ今でも覚えてるけどさ、山一が倒産するなんて本当野村証券がいきなり倒産して記者会見するって話だから、これはねびっくりした。いや野村証券って聞いてびっくりしましたその規模ってことですね。いや そういうことなんだよ。何の前触れもなくよ、いきなりなんかそれこそ号外とかさ、本当ニュース速報とかさ、もう緊急地震速報レベルだったよ。やっぱり実はこの山一証券のさ倒産の裏側っていうのは NHK スペシャルとかですごいフォーカスされて、の後々いろんなものが明るみになっていくんだけどね。やっぱりあのバブル時代にさコンプライアンスとかが今すごい厳しいんだけど、そうじゃなかった時期があって、まあある特定のさクライアントに損してもちゃんと補填しますみたいなあの約束をしていっぱい売ってたんだよでそもそもそれまずいじゃん。で当然損したらそういう約束してるからお前ふざけんなって言うんだけど、山一証券は飛ばしって言ってさ、損失をうまく子会社に飛ばして分からなくしてて、俺たち全然儲かってますって言ってたんだよ。で、まあそれがもう回らなくなっちゃって倒産しましたっていうような話でさ、だからこれってあの上場企業のさあの規模でさ就職人気ランキングとかもめちゃめちゃ高い会社がそんなことやっちゃうってこともそうだったし、もっと言うと山一が倒産するまではさ大手が倒産することなんてありえないっていう神話があったんだよ。だそういった意味では、まあ、大手行ってももう要は安心じゃないっていうような金を作ったのはまあやっぱり山一証券の倒産だよね。なるほど、そういうことがあったんですね。うん、終わりました。ありがとうございます。はい。